ライブ配信中です。ワンチャンメンバー誰か見てんじゃんっていう話ですよ。じゃね。ね。あ、やばい、携帯が。皆さん、明けましておめでとうございます。明けおめ。471人、もう見てる。こんにちは。滑るな。うん、すごい。はい、返すわ。あ、行ってきよう。降ります。これから、博多駅。駅だよね。そう。福岡 FM でしたっけ。FM 福岡で。FM 福岡で公開生放送。これから元旦から仕事始めてるから。ね、やめてよ。あ、すいません。ここに置けばいいんですかね。よし。いやー、だって昨日アベマさんで放送してたからさ、みんな状況は理解してくれてるよ、この目の腫れは。あれ誰か今、岩翔さんが、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。何してんだろう今。あれ、ラジオ頑張って頑張りますよ。やばい、むくんでる。藤原いつき地元じゃん。うーん、1曲目ランペ聴きました、ありがとうございました。いやー、あと何分ぐらいだ。結構まだ意外とちょっとある。サスケめっちゃかっこよかった。ありがとう。惜しかったね。いやー、マジで、あの 棒がこう、あのこう持つんですけど、こっちはこう掴めて、こっちを掴むときにここに棒が来ちゃってたんですよ。惜しいね。ここに行ってればちょっと緊張してたっしょ。いや、めっちゃ緊張してた、ね、いや、あの緊張してたっていうか、あのガチで行ってたから。今回バカシは、あの普段ふざけてるけど、あんな真剣な翔平初めて見た。ギャップってやつですか。それギャップもいいっすか。ジュカチュウだ。あ、1万人行ってます、ね、緊張ですか。なんで年賀状ネズミじゃないの、ホクちゃんって来てますよ。何書いたんですか。犬。え。何それ。まあ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 、あれメンバーみんな見てない、見てないってか、インスタ見てないのか。今んとこ、今んとこ岩塩さん早くない、この時間から。あれか、初詣か。ああ、行ってそうだね。さっきめっちゃ何だった、おみくじ。お前急になんか博多弁出してきて、何番しょ、何番言ってか、お前。じゃあこの後いつきんち行くね。どうぞ。あの、またあのピアスとマイルが出迎えてくれるか。あおーって玄関で泣くかな。わお、1万人行きました。はじゃす。うん、翔平のネズミ。あ、そっか、もうデザインは奥ちゃんの黒髪だから。黒髪だから。みんな何やってんのかな。皆さんはお正月何やってるんですかね。はい、ここに書き込んでみてはいかがでしょう。そしたら、トークが弾むこと間違いなし。やっぱみんな忙しいんだよ今日。まあね、あの親戚の集まりとか多分みんなあるじゃないですか、うん、正月って。多分翔平のインスタライブ、多分ちょっと親戚の周りだとちょっと、あ、今邪魔してる感じ。あいつうるせえから。あいつうるせえおせちとか。いやーねー、きっとこれやべえやつだろうなと思う。翔平のインスタライブやべえと思う。餅食いましたよ。正月インフル、マジでかわいそう。それはきつい。お大事に。お大事に。マジか。ランタンフェスティバル、そうそうそう。あ、そうなんです、そうなんでございますよ。2月8ですかね、土日、土曜日か。あのランタンフェスティバルは、あの踊る、あ、でも一回ランタンフェスティバルのステージ踊ったことある、あのキッズの時に。ドレッドの時。そう、ドレッドの時で、ランタンフェスティバルの出店で、あ、一つこれタピオカミルクティー、タピオカミルクティーって最近言ってるけど、あの俺小学校の頃から、あのそのランタンフェスティバルの出店でホットタピオカミルクティーを売ってたからね俺。あのお手伝いしてたの。
その頃からだから、うん、今あの流行りに乗ってタピオカミルクと飲み始めたわけじゃないんだなこれが。タイングタイングやべっすよそれ。お 1.1 万人ビューイング行ったよ。どうでした？ビューイング行ったよ。だってね、合計8万人の方が。俺はさっきうどん食べた。おい、奇遇ですね。俺らもさっき食べましたよね。さっきうどん食べましたよ、俺らも。福岡うどん有名だもんね。確かにね、柔らかい。1万円のタピオカね、1万円のタピオカ、あの茶葉がめちゃくちゃ高くて、うん、あの1万円するタピオカがあるんだけど、でもなんか YouTuber の人とか結構買って飲んでたみたいだけど、俺はさすがにまだ手は出せなかったな。うん、買ってきてよ、買ってきてよって。結構ね、このグラス6グラスぐらいのタピオカで1万円なんだよね。ほくちゃん、昨日の投稿可愛かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。新年一発目のギャグ。でも翔平多分ね、このメンバーだとあんまふざけないんだよね。そうなんだよね、ちゃんと拾ってくんないから。そう、あのごめんね、力不足で。僕のギャグはあのツッコミがいないと生えないんですよ。だからまあジンさんとかを派遣して、ジンさんとかがこうインスタライブ見てくれてたらいいのにな。ジンさん何やってんだろう今。寝てんじゃん。寝てんのかな。口開けてんの。それが悩みでマスクずっとつけてるから寝るとき。でも大体 目に来てるから。目に隠してるから。マジ飛行機のやつマジ笑ったもん。頭ぶつけてたやつ超面白かった。この3人で TikTok 撮って、あ、まあそれもありやね。まことくんは公開収録には残念ながら出ないんですな。うん、ね、お正月 1.2 万か。うん、まあ二日酔いはないですよ。はい、お水をたくさん飲んでいますから。早いね、一本開けるの早いですね。早いな。3時からですよね。3時からあと何分ぐらいですか。あと15分後。あーでも意外ともう迫ってんな。皆さん聞いてくださいね、 FM 福岡、 FM 福岡フィフスアニバーサリーなんで、今日ランペの後はファンタとバリも。そうだそうだ、出ますからね。レイヤとか、うん、レイヤ君リキとか。じゃあそろ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 行ってきます。行ってきます。ほなまた、バイ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 。